ここは神戸市三宮、三宮の駅の阪神三宮の駅のちょっと西寄りだの、そこにこういう生田ロードなかなか賑やかにしてるんだ。ちょっとブラブラ行ってみようかの。三北通り、うん、さすが神戸だの、どこに行ってもの明るい人もの、たくさんいて、うん、ちょっとそこ東門街ちょっと覗いてみようかな。ここは何かコロナクソくらいみたいなところだの、これだけ賑やかなとこは今まで見たことないの。最近ちょっと人は少ないがの、明かりだけでも賑やかだからの。
私はこの生田神社に参拝に来たのだ。まだ初詣のちょっと残り服が残ってるかの。ちょっと見てみようかの。生田の森源平合戦の古戦場だって。ここらでも古戦に来たんだの。なんとか今年もの元気にの、服があればいいが、最初は元気、健康だからの。ロトリーさんもお願いする。よろしくね。それではお願いいたしいたそう。皆さんの健康を祝って、弁問しました。通り抜けてきません。もう神様はどっからでも見てくれてるんだ。よろしくお願いします。また今年も一年、みんな見てるみんなも元気でいけますように。よろしく。それではお賽銭、賽銭映ってるかな。よしよし、乗ってしまった。ここに上に乗ってしまった。一年よろしくお願いします。よし、神様に祈ったぞ。神様からの見た道筋、こういうものだ。まっすぐに通っている。よし、ありがとう。よかったよかった。今年もこうしてここに初詣来させていただいて、神様にお願いできるということは非常に幸せ、幸運なことなのだ。また皆さんも来てご利益を受けてくれ。それでは三の宮駅の方に戻ろうかの。何度も言うが、さすが神戸だの。
パワーがあるわい、パワーが。ちょっと他とは違うの。それではの、この高架下を通っての三宮の駅まで行くから、もうお店もの、ちょっと閉まってきてる。
日は三宮界隈だったかな、生田神社、うん、お願い事もしたしの、今日はこの賑やかなとこでさよならだの。また元気に次回お会いしましょう。